足踏み式脱穀機。脱穀機とは、米や麦の収穫作業で用いられる農業機械の一つである。日本では、主に米の脱穀で使用される。日本の江戸時代には、米を脱穀する際、人力による千羽しごきが広く活躍した。1910年、発明家の福永正一が足踏み式脱穀機を発明。足踏み式脱穀機は、人が踏み板を踏むと漕ぎ胴が、自動的に連続回転するように工夫されており、大正年間を通じて全国的に普及した。その後、漕ぎ胴を発動機や電動機で回転させる脱穀機が登場し、脱穀作業の能率は飛躍的に高まった。ハーベスター脱穀機の発展の歴史から見ると、次の種類がある。逆 V 字型の針金を埋め込んだ円筒形の漕ぎ胴を人力によって回転させ、そこに、稲や麦の束を押し付けることで穂から子実をこそぎ落とす。踏み板と歯車をクランクで連結し、上下運動を回転運動に変えていた。漕ぎ胴を動力で回転させ、稲、麦の束を安全に漕ぎ胴に送り込む搬送機構、遠見の送風によりわらくず等ともみを選別し、もみだけを取り出す機構を備えた脱穀機。庭や作業小屋の床面に設置され、原動力は別に設置した発動機やモータからベルトによって伝達された。自動脱穀機を台車に乗せ、搭載するエンジンの動力によって脱穀及び自走できるようにしたもので、日本の農業ではハーベスターとはこの機械を指す。車輪を使うタイプもあったが、現在は走行装置にクローラを備えたものが多い。なお、上記に挙げた自動脱穀機については、その構造が単純で故障しにくいため、2007年、現在今なお現役で利用している農家が珍しくない。ありがとうございます。